楽天証券経済研究所、グローバルマクロアドバイザーの田中大輔です。田中大輔の真似は語る。6月27日、米大統領選挙に向けて、テレビ討論がありました。その結果、トランプ、共和党候補が、バイデン、民主党候補を圧倒するという展開になりまして、マーケットは一気にほぼトラン、ほぼ確実にトランプが勝つという路線で動き出そうとしました。 まあこれについて、私、ちょっと違和感もあったので、ツイッター等には書いたんですけれども、ほぼラ相場。これが市場に対してどういう影響を及ぼすか。特にこの7月ですね。それについてお話をいたします。テーマは、米日株、金利、ドル円。7月ほぼラ相場インパクト。ということです。お話しすることですけれども、ほぼラ という状況になってから7月の入り口どんな相場が起こったのかということ。そしてその背後にどんな思惑があるのか、ファンダメンタルズにどういう影響があるのかということをトリプルレッド実現でということでまとめています。トリプルレッドというのは共和党の色なんですけれども大統領がトランプで共和党。そして上院も下院も多数派が共和党。 という状況になりますと、公約している政策も実現しやすいということで、その可能性が高まると、一つの政権の方向づけが市場にも影響を及ぼしやすくなる。まあ、こういうことなんですね。ただし3番目、今折り込めることという話をします。まあ、先ほどほぼトラ相場について違和感があると申し上げたのは、このタイミングでそこまで折り込もうとするかということなんですね。 最近は、投機筋がまとまって動くことが難しくなる中で、ここが活路かっていうと、群がってそれを動かそうとする。こういう展開がよくあります。ですから、そういうことで金利が押し上げられて、ちょっと緊張したんですね。やっぱり株式相場にとって金利というのはかなり重要な要因になってくるので、ここでこういうトランプの要因で金利が上がるということについて、 経済指標とは違う展開ということで、警戒はしたんですけれども、また一方で、こういう違和感のある展開で、持続性は果たしてあるのか、っていうことをちょっと思っていたという次第です。この資料は3日の昼間に作っております。3日の夜の相場において、常に持続性については、ある程度、普通が見えてきているのかなというところでもありますけれども、まあ、今回の展開が、 7月の相場にどういう影響を及ぼすのか、私がどう見てるのかというところでは変わりませんからお話をいたします。それが4番目、7月相場はどう変わるということです。まず第1番目、ほぼ虎からの7月相場ということなんですけれども、テレビ討論を経てトランプ氏が優勢であるということでのほぼ虎ということなんですね。まず起こった現象は、こちらの図ですけれども、米国債10年。 ですけれども、これの金利が急上昇しました。このピンクの線で、米国債10年の価格で表示してます。価格で表示しているというのは、金利とは逆なので、これが下に触れているということは、金利が上昇しているということなんですねで。株価なんですけれども、この討論会の後のここですけれども、最初、寄り付きのところでは、株は非常に高く上がろうとしました。基本的にトランプ政権下の政策は、 インフレ的である、金利高促進的であると、こういうふうに想定されてるんですけれども、一方で政策が固まることによって方向付けができる。景気刺激的であろうということで、株高という反応もあったんです。ところが、その後、金利急上昇、価格急低下というのが国債で出て、これにつれて株が大きく引き戻されると。こういう展開になったんですね。 特にテック系が売られるという展開になりました。そして、その翌日も金利が上昇して株価は低迷。ただし、これがちょっと一服感が出てくると、株の方は満を持したように反発するという展開にもなってるんですね。ですから、ちょっと悪抜き感もあるんです。 ですけれども、この金利、果たしてどうなるのかなということで、この場面、私も緊張して見ておりました。普通の経済指標がこうだから、金利がこう動くっていうこととは別の展開だったので、同期がこの場面、どの程度気合を入れて金利を持ち上げようとするのか、この辺の行方は見守らなければいけないというふうに思った次第です。そして、この債券金利、債券価格が動くことによって、ドル円相場が動きます。こちらは、 ロウソク足がドル円相場です。そして、えー、ピンクの線。ここでは債券価格、逆表記にしてあります。逆表記というのは、このピンクの線が上に行くほど金利が高いということを示しているんですが、この金利上昇に沿ってドル円が上がっていくという展開になっているわけです。まあ、160円超えて161円、162円、肉白というところで来てるんですけれども、 米金利がこの場面で上がったことによる反応というとができます。そしてこちら、黄色い線がそのドル円相場で、ロウソク足。これが日本の株価、日経平均になります。こちらもこのところ久々に4万円を回復するということで、活況を見せてるんですけれども、その一因というのがやはり円安である。この円安の元といえば、米金利が上がっているという部分がやっぱり効いている。 で、この米金利の動き次第でアメリカ株が同意づいているということで、まあこのあたりほぼラ相場としていろんなところで余波があったということなんですね。ほぼラそして場合によったらトリプルレッドの可能性というものがどんな政策的な思惑を呼んでいるのかというのがこのページでのお話になります。まず中国製品を筆頭として関税全般を引き上げると、増税すると、 ということを言っています。これは当然のことながら輸入コストを高めてインフレ的であるということで、今 FRB は2%インフレに向けて金融引き締めをやってますけれども、この2%到達が遅れるんではなかろうかということをちょっと思わせるところがあるんですねで。この関税を引き上げた分を国内で減税するということも言っています。まあ、これも景気刺激的であるということで、インフレの低下を抑える効果が出てしまうかもしれない。 それからアメリカに流入する移民、これを抑制するということも強固な姿勢を示しています。この移民抑制、アメリカの場合には移民が大量に入ってくること、そしてそれが職に就くことによって経済成長もしている。労働供給が多いから賃金も抑えめになっているというところがあるんですけれども、移民が制限されるとその分だけ賃金が上がりやすくなる。 まあ人手不足になるということですね。それによってインフレがやっぱり促される可能性があるということなんですね。それからもう一つトランプ候補は選挙の前に FRB が利下げをすると、それは景気株価を支えてバイデン側を助けることになるということでものすごい反対してるんですけれども選挙に勝って就任した後であれば今度は逆に強烈に利下げ圧力をかける可能性もあると。 まあ、折しも FRB 自身がどこで利下げをするんだろう、どの程度利下げをするんだろうという、それを模索していくプロセスに入っているので、要はこういう全体の中で、関税引上げというインフレ的政策、国内減税はインフレ的でもあるし、財政赤字を膨らまして国債の供給を増やすという懸念もある。そして台米移民抑制は賃金上昇、労働者不足からインフレ的でもある。 だけれども、インフレ自体はじりじり下がっているので、FRB、下げに動くという面はあるかもしれないということになるわけです。で、こうなってくると、一つ期待されるのは、短期金利については、もうそれほど上がらないし、下がることもあり得る。だけれども、長期金利はこのトランプの政策によって高められる可能性があるということで、長短期金利差、これが、 長い金利ほど上がりやすいっていう、スティープ化という状況が起こるんじゃないかということが想定されるわけです。現状ではこちら、イールドカーブですけれども、短期金利が高くて、この中長期金利のところがぐーっと下がってきてるんですが、この5年から7年、10年というこの期間を見ていただきますと、6月の FOMC の前後のあたりっていうのが、ここのイールドカーブなんですね。若干逆イールド的であってということだったんですけれども、 このほぼラという話が出てきたときに、このピンクの線のようになっていて、要は金利全体上がった。でもその中で5年よりも7年、7年よりも10年というとことがあって、要は順傾者ですね。期間が長いほど金利が高くなるという順傾者が出てくるという展開になっています。まあ、今後、この短期金利が下がっていくという展開のときに長期金利があまり下がらないということで、カーブのスティープ化というものが起こるのではないか。 これ、スティープ化自体は、金融機関にとってみると、収益の源泉なんですね。ですから、このスティープ化観測が出てきたときに、金融株が買われる、みたいなことが起こったわけです。また、対中国で強硬姿勢に出るであろう、ということから、AI 半導体が売られた、というようなことも解説はされていました。私はもともと、相場のリズム想定の中で、 この辺りでは下がるのかなという見立てでいたので、まあそのリズム感に沿ったところが金利高に煽られたのかなという、まあこういう評価をしておりましたけれども、まあいざ株が下がるとなんで下がったのまあそこからトランプ政権、中国に対して相当厳しい姿勢に出るだろう。まあこんなふうな連想が働いていったという面があります。まあどちらにしてもそういう思惑的なことで動いているんですけれども、果たしてこのタイミングでそういう折り込み方が まあ持続性があるのかどうか。ということについては、冒頭で申し上げたように、かなり疑問がついたというところではあります。まあ、その中で、先ほどほぼ虎になった、寄り付きのところでは株が高かったということを申し上げましたけれども、まあ、基本的に減税で景気刺激的である。で、株価にとってもクラスター。それから、利下げが促される可能性がある。まあ、この辺が全体支えたんですね。でも、このところ、行き場はなくなった動き筋があちこちで動めいてますので、 債券金利上がるかもっていうところに、どっと集中して入ってきたという面があります。その金利上昇を嫌って、株の方は相当ぐらついた。まあ、この買いたいという気持ちと、この金利高によって相場が下がってるで。そこを警戒する気持ちと、でもこんなもの続かないんじゃないかって言って、下がったところで落ち着けばそこは買いだと思っている人たち。まあ、こういう人たちが錯綜する展開になったわけです。 まあそれ以外にバイデン政策をことごとく否定するんじゃないかというようなことでインフラ関連大丈夫かとかグリーンエネルギー関連大丈夫かとか、まあ、こんなふうなことが憶測として出てきました。また医療ですね。民主党の国民医療保険について何か見直しが入るんではなかろうかということになるとその医療保険を提供している民間の保険会社の株がちょっと注目されるというようなことも起こりました。 まあこういうふうに政策が変わるということで、いろいろ思惑が出るんですけども、私の認識自体は、基本的にマクロ政策、文書で書いてある上のところですね。こういったものが現実に実現していくプロセスで、これのインパクトってどうなのっていうことを評価した上で、相場がどのぐらいに落ち着くかということが見えてくるということなんですね。まあこのタイミングで、こういう題目だけで相場が動いていくということについては、まあ限界があろうと。 いうことを考えていた次第です。ですから今織り込めることということなんですけれども、まず一つには選挙については水物であるということは認識しておく必要があります。今回の討論会でバイデンがひょっとしたら交代して選挙出なくなるかもしれない。まあ、こんな思惑もあります。でも代わりに出てきた人が意外と短い期間に評価を得るということもあり得ます。それからトランプ氏。 いろいろ裁判で被告にもなっていて、本当に最後まで選挙戦に戦えるのかみたいなことも、これより言われております。ですから、もうとにかく水物であるという要素は、やっぱり頭の中には入れておいたほうがいい。で、アメリカの場合、今回の討論会の結果として、トランプよりバイデンフリー、これ自体は確かに評価として出てくるんですけれども、そもそも共和党支持者、民主党支持者というものの層というのが、原点としてあります。 そしてトランプ氏が討論で有利であったとしてもトランプには入れないっていう人たちも多いんですね。で、最終的にはいつも言われている激戦の選挙区3つ4つのところで選挙の結果が決まるのかもしれない。まあ、こんなところがあります。ですから私はこの時点で確かにトランプ氏が有利になったということは確かであるにしてもこのまま選挙戦がすんなりと進むわけではないかもしれない。まあ、そのぐらいに ちょっと割引いて捉えてはいます。そしてもう一つ悩ましいのは、この選挙にまつわる不確実性があるところに、ファンダメンタルズ自体が変節を迎えているということなんですね。要はこれまでどんなに金利を高くしてもアメリカ景気悪くならないということに驚いてきたわけですけれども、ようやくアメリカの経済指標に連続して陰りが出てきているという段階なんです。まあここでよくあることは、 これまで上向いていた、落ち着いていたっていうと、平均的な予想というのは、その延長線上でものを見るという傾向があります。ですから、景気がここまで底が型か、しっかりしていたということで、景気はこの後も、そう簡単には悪くならないっていう観点が出てきやすくなるんですね。ところが、過去においては、実際に下ぶれてくると、えこんなに早く悪くなるのとか、下ぶれたことによって、 いろいろ大きな破綻であるとか信用問題っていう、さらに心理を悪化させないかねないような事態が突然降ってわいて出てくるということも多々あるんです。ですから、私はこの時点で分けたらやっぱり経済強いじゃないか、悪化しないじゃないかっていう過去2年見てきたような展開の可能性もあるし、今メインシナリオになっているようなほどほど減速するけれども、底堅い軟着陸展開ではないかというのもそこそこ可能性があるし、 いざ悪くなってみると、ガラガラ崩れていく。こういう展開も排除はできない。こういう、もういろんな可能性があるんだということで、データ次第という FRB ゾ同ラジスタンスをとっています。まあこの図はドルエンと SP500 について、米選挙年サイクルというのを入れています。これは大統領が就任すると、4年後の選挙で再び勝つために政策配分をするということなんですね。 ですから特にこれは1期目の大統領が2期目を目指すときには顕著に出やすいということが言われています。選挙年近づく3年目、4年目のところで景気株価が上向いていないとなかなか大統領が再選されにくいという過去のパターンから1年目、2年目にマクロ政策を準備していってお膳立てをして3年目には景気がいいねっていう状況を作っていく。で、4年目にピークが来るようにする。 株価はこれに対して若干先行性があるので3年目の上がり方が強い。ドル円は景気に対して遅効性があるので、その後までしっかりすることが多いという過去にそういうパターンがあったんです。バイデン政権の政策は事実上それに近いものになっています。ただ、この後、これを引き継いでトランプ政権ができた場合にどうなんだって話になると、彼は次の4年で任期を終えるということになりますと、この4年目に向けて、 そういう政策配分するのか、あるいは自分がやりたいと思ってきたことを一気に畳みかけるようにやるのか、まあ、いろんなパターンは考えられます。4年目にピークを持ってくるとすれば、そこで次の大統領も共和党から出して、そういうリーダーを作ることもあり得ない話ではありません。まあ、どちらにしても、今申し上げてきたことは、マクロ環境に対してマクロ政策がどう作用するかという話なんですね。まあ、それが相場の指数を決めていくと。 ということであるんです。ですから、今回、この時点で、トランプ政権の政策はこうだと言って、果たし突っ走るものなんだろうか。ということは、このほぼトラ相ーバーが始まった時点で、私も疑問をつけたということなんです。ただ逆に、当機がごめいていて、そこに集中する。そして、普通の経済指標、経済のデータに基づく変動としては評価しがたい展開になるので、一瞬身構えて。 本当にこれ、どのぐらいまで金利上がるんだろうそれによって株価、7月相場でどうなるんだろうまあこういうことをいろいろ計算して待機したということではあるんですで。以上の話から7月相場がどう変わるかということなんですけれども、私はそもそもが7月というものは控えめなサマーラリーの想定ではありました。今年は1月2月に強烈な生成 AI ラリーがあった。そして3月には ディバランス、高く上がりすぎたものを売って、安くとどまっているものを買うという展開が見られました。この名残が続いていた4月に、そろそろ相場を持ち直すかと思ったら、経済指標が強いと言って、金利が上がってきて、その金利によって株価が圧迫されるという形になって、生成 AI、半導体系もそこまで売られるかという下げ方になったんです。まあ、ここをこらえれば、5月には、今度、NPDA の決算があって、 こう、それほど悲観するという形にはなるまいという思いから押されているところを地道にポジションを拾うんですよ、みたいな話をしてました。で、実際5月になりますと、いきなり経済指標が鈍化して、インフレ指標も弱まって、で、金利が下がるという展開になってきたので、結果的に n v i d i a の超高決算と合わせて大きなラリーになった。まあ5月、6月と、この生成、AI、半導体ラリーというものが強烈に現れたわけです。 7月については、高く早く上がりすぎたから、やはりそれなりに調整があるんではないかというテクニカルのリスクと、それから、この生成 AI、この流れは、まだモメンタムとして続いているということで、もう一山ぐらいあって、しかるべきかなという見立てもあったんですね。ですから私は自分のモデルのシミュレーションで、7月には比較的短いかもしれない。控えめかもしれない。 けれども、サマーラリーというものがあり得るんじゃないかという構えで来たわけです。まあ、これはもう相場の綾なので、決して、えー、強い予想ということではありません。私自身が6月にある程度ポジションを軽くする、まあ、理確して身軽いになっているということもありまして、こういう場面で自分がやるべきことは、ポジショニングに合わせてスタンスを固めるということなんです。自分自身がさあもう一回変えるのかどうかという視点で入ってくる。そうすると、 何も持ってなければ、マーケットはテクニカルには下がるかもしれない。勢いで上がるかもしれない。みたいなことになってくると、本当に目線が定まらないんですね。でも、変えるのかどうかという視点で、これをずっと見続けていることによって、相場のリズムを把握しやすくなる。まあ自分が何をしなければいけないっていう、行動上の見立てというものがはっきりするということがあるので、私は、今回は、い目線で、 まだ買えるのかどうかという目線で相場に臨んできたということです。まあそこにほぼ虎の金利リスクが浮上してきたということで先ほど申し上げたようにこれちゃんと落ち着くんだろうかということでは身構えました。この金利が高いうちに生成 AI 半導体なんかが想定以上に落ちてテクニカルなトリガーポイントを超えてしまうとあ、こんなに売られてしまうんだということもありえない話じゃないんですね。ですからそこは身構えました。 この金利上昇ですけれども、当期がとにかく再建金利を押し上げる方向で、また勢いづこうとしていたということなんです。そこに、ここ数日ですけれども、この景気は流動的ということで、景気変わり目なんですけれども、このところ出てきている ISM 製造業、サービス業、あるいは雇用関連データが全て控えめになっていて、 ま、結果として、ほぼ虎で上がろうとしてた金利も押し返されるという形になっているんですね。ですから、景気は流動的。そして、選挙は水物と折り込んで、どんどん進むには早すぎるということで、その兆候は水曜日にはもうちらちら出ているという認識でおります。ここまで来ると、7月、まだ上がれるかもと思った、その出出出しが、この金利高によって抑え込まれたというところがあるんですけれども、 株はすでにそれを脱しようとしているということで、7月、この動画が公表される5日の日は雇用統計があります。このあたりを無難に過ぎると、来週あたりには相場が一段落、ちょっとしたラリーを目指すような展開になりうるんじゃないか。まあ、こういう期待を持っているんですね。ただ、ここで上がった時に、その後警戒しなければいけないのは、7月後半、これは決算が集中するところです。決算、このところ、 ちょっと何か気になるみたいなことがあると、二桁反落みたいなことも平気で起こしているということもあって、それによる格乱に対しての警戒というのが当然相場にも出てくるだろう。その後、今月の締めは FOMC になります。ですから、この FOMC がどういう武器感を出すのか、まあ、そこに至るまでの経済仕様どうなっているのかということがこ、やっぱり気になってくる。そして、このあたりまでですね、仮に相場が頑張ったとした場合、でも、 8月9月は、このところ、季節性として夏枯れでだれるということが、投資家の頭にもすり込まれています。ですから、この8、9月の先まで、相場が上がり続けるというようなリズム感を現状抱くことはできません。ですから、私は、場合によったら、7月の前半で一山超えるかもしれない。ものによっては、7月後半、7月いっぱいまで持つかもしれない。 だけど、8月9月の先まで、果たしてその相場を引っ張っていいという捉え方で進めるかっていうと、現状においてはかなり慎重に見ている。まあ、よく見えないところなので、ここはあそこに行ってみないとわからないという、こういう構えでいます。そして9月10月、選挙前ですよね。11月5日が東海日曜日なので、その前の段階で積極的な投資ができるのかどうか、ということになってくるわけです。 まあこういう日程からすると、7月、今、い目線で望んでいるというふうに言いましたけれども、7月の前半か7月を通じてか、どっかの時点までの一勝負というのを短期投資については考える。でも、8月、9月、9月、10月と、ちょっとだれたり、押されたりという場面があるんであれば、大きくは、このどこかで再び仕込みをして、そして11月、12月の相場を取りに行く。 まあこういうざっくりとしたイメージを持っているわけです。まあ、この中でドル円日本株について7月ドル円が大きく上がったことによって日本株もサポートされるという展開にはなりました。ただ、しっかりめなんですけれども、それぞれ波乱含みということはちょっと頭の中に入れておく必要があります。アメリカ株以上に米金利に伴うドル円相場で動かされやすいというところがあります。米金利が下がってくると。 いう話になった場合には、円高側に触れて、そのことが日本株にも影響を及ぼす。それから、この為替に関しては、円安側に触れた場合、一見株にプラスなようでも、為替介入がリスクとして排除されないというところになります。そして、日本銀行。日本銀行が国内の景気がパッとしてないという状況において、果たしてどこまで金融引き締めを進められるの 円安見合いでちょっとイザミっぽく引き締めをすれば、やはりそれが影響するんではないか。まあそんなことも気になるところではあります。こちらにちょっと長い期間でですね、アメリカの株式のテーマ別推移というのを描いています。まあこの長い期間でわざわざ入れたというのは、今回ほぼ虎だと言って、わっと相場が動きました。ただこれは本当に思惑的に初期微動程度、もしトランプだったら、 ほぼトラだったらということで、えー、初期微動程度の判断なんですね。ほぼトラっていうのは、トランプが選挙で勝つんではないかというところの思惑段階だということで、選挙で勝ったというのは別物なんです。実際の選挙は今が7月の頭で8月、9月、10月、11月と4ヶ月後ですので、この4ヶ月間、水物の選挙戦というのはまだ何があるかわからない。まあ、その中の思惑でちょっと動いたというところなんですね。 そのことを申し上げたいのは、これだけ長い期間取ってですね、相場のトレンドって何だろうという見立てをしたときに、本当にごく一部初期微動で一番敏感な触覚がピンと動いたぐらいのところの反応だということなんですね。ですから、ちょっと腰を据えて、その持続性というものを考える。それから、そもそもこのトレンドは何によって形成されているのか。それは政権が交代したことによって影響されるのかどうかということを、 もう一度冷静に考えていただきたいということが今回の動画の目的であります。毎回申し上げている通りで、この相場大きな転換点かもしれないということを踏まえての捉え方になります。ですから、その中で一つは相場が生成 AI や反動体に早い相場になると大きく上がって、それが落ちるときも大きく早いという展開が起こり得る。 まあそういうことで、機動力を発揮して、その中で相場のヤアアを取るということですね。ですから私は、まあ7月に一勝負かけて、8月10月は無理をしない。相場に変動があるんだったら、あや取りするぐらいかな、というぐらいの視点で今見ています。だけれども、9月10月と、会話だと思えば、年末に向けて選挙の後の上昇期待を持って、そこで仕込みを厚くすると。まあこんなことを考えるわけです。それからもう一つは、いつも申し上げている生成 AI、半導体、 みたいな、まだまだトレンドとして持続性があると信じるんであれば、鈍感力を発揮して、で、中長期のトレンド狙いである。まあそこで、それに見合う指数であるとか、銘柄を選んで、で、分散買いする。これは分散というのは時間分散という意味でも使えます。まあこういうふうなね、じっくり構えて、相場が下がった時こそ、このトレンドの買い場として、手厚く参入できる。まあこういう名産で臨んでいくと、 足元で起こっている小さな上下動みたいなものは気にしないです。まあ、その意味での鈍感力ですね。これを発揮する。まあ、これ、機動力を重視するか、鈍感力を重視するかというのは、投資家さんそれぞれのスタイル、スタンスによるところではあります。私自身の場合は、この両方を念頭に置いて、短期投資枠と中長期投資枠を分けて、両方で取りに行く。まあ、そういう戦術戦略を現在チャレンジしていると。 いうところではあります。この7月、私が想定しているような人勝負ができる展開になると幸いだとは思うんですけれども、この先、まだまだ不確定要因が多い場面ですので、引き続き私もこの動画、レポートにおいてフォローしてまいります。ぜひ頑張ってまいりましょう。この動画を YouTube でご覧になっている皆様へ、田中大輔のマネは語るは、楽天証券の投資情報メディア、投資ルにて展開をしております。 私の過去の動画、レポートもそこには掲載されております、えー。ぜひ皆様の投資のご参考、一助にしていただければと思う次第です。そしてこの動画気に入ってくださった方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。